それゆえは総動型の高速旅客船。はじめ大阪港徳島港に就航、関西国際空港の開港に際し、海上アクセス航路として、機航を開始、同航路の廃止後は、軽線を経て、瀬戸内海西部に面した4県を結ぶ航路で2005年1月まで運航されていた。1991年9月に、三井造船によって建造され、徳島高速船が運航する。 徳島港と関西国際空港、大阪港を結ぶ航路で使用されたが、明石海峡大橋海通などの影響により、2000年3月1日に同航路が廃止となったため、継線された。2000年9月に瀬戸内海汽船が購入し、その運航のためグループ会社の共同出資で設立したソレイユエクスプレス有限会社へ売却。2000年12月より、広島港、 クレ港とベップ港の間でチャーター便の運航を開始。2001年7月より定期便となり、後に柳井港と松山港を飛行先に加えた。しかし、原油価格上昇に伴う燃料費の高騰などにより、採算性が悪化したことから2005年1月末日をもって運航休止となった。その後、台湾へ売却され、宝庫諸島の魔高港と、 かよしの補填港を結ぶ航路に就航している。当初の船名は、明日の星であったが、座礁事故を起こしたため今、和ずゆ星に改められている。ありがとうございます。